シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。今日の件はモンスターニュース予想していくってやつだね。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュース予想やっていくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなとワクワクしながら明日を迎えるためやってるから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー、早速やっていこう。さあ、というわけでまずは去年のモンストニュース振り返っていくぜ。去年の8月25日のモンストニュースは、ワンピースコラボ追加情報が発表されたということで、まあ去年のこの時期はワンピースコラボ、まあもう大盛り上がり中だったな、本当に。いやーもう1年経ってんのか、本当に早すぎるな。はい、というわけで主な内容を見ていこう。はい、ワンピースコラボの追加情報がありまして、まずは超究極カイドウ。はい、やってきたな。一回勝てばカイドウが運極で一体手に入る。で、難易度は適性を積めば、まあ、そこまで難しいものではなかったんだけども、でも、追加で発表されたミッションの中に縛りミッションがありまして、火属性を2体以上編成して勝利せよ。はい、逆属性の火属性を編成すると、そこで難易度をしっかりとぶち上げていった。で、ルフィが活躍しましたと。で、勝利するとストライカーカードがもらえました。はい、というわけでお次、ロー&キッド、この2人が追加されました。ミッションクリアすると、入手可能で、まあ降臨というか、まあ普通に配られるモンスターとしてすごい珍しい SS 持ってて、まあ追撃中に持ち越しダメージを与えることができるということで、友情コンボ、ネオとかのやつ もうバババババって入って、ワンパンゲージ飛ばしができるというすごい特殊な仕様を持っていて驚いたよな。普通に、まあ、ガチャ券とかではあるけど、これであるんだっていうね。で、結構ね、報酬ももりもり追加されました。はい、こういうミッションで、さっき言ったミッションが一番右。はい、グッジョンもこんな感じ。さあ、お次は超究極、ティルビング。はい、やってきました。オーケー。で、守護獣の森にラクーニー。はい、この人の性能はそこまで優先するものではないよな。アイテム8つ拾うっていうのはなかなか厳しいし、リジェネの効果もね、そこまで使うこともないし、といった感じかな。ゴメちゃんもいるし。はい、お次は重心化回、オセロ、やってきました。このタイミングで重心化回。重心化回したことによって、アンチ転送壁もらいまして、レーザーストップが超になり、重力バリア、アンチ重力バリア持ってないんだけども、重力バリアキラー M が追加されましたと。はい、まあ、これで火力出していけるし、友情コンボにもキラーは乗ってくる。はい、で、SS が、まあ、打撃で2周に1回打てますよと。まあ、これで、まあ、動けない重力バリアのクエストでも無理やり移動して、なんか大ダメージ出したり、配置して友情コンボをぶちかませると。で、まあ、そこまで活躍してる印象はなかったけども、未開の39の適性をもらったり、最近で、ゴーデズ・ディクエクスの適性をもらいました。これがでかかったな。まあ、とは言っても、最適ではないな。他に強力なモンスターがたくさんいたから。うん。まあ、ダメを転送壁で言うと、ルシがいるし、まあでも誘発できるのはいいのか、白爆発で。はい、まあ今後はもっとね、活躍してほしいモンスターかなというところ。はい、こんな感じでした。というわけで、モンストニュース予想に入っていこう。コラボ追加情報ということで、現在開催中の SAO 夏アルファコラボ、前回追加発表があったが、まだまだコラボ期間は10日ほどある。いやー、今回ほんと長いな。まだまだあるんだよな、本当に。だから何かしら追加発表はあるのかというところだよな。まあ普段のコラボだったら何かしらあると思うんだけども、アルファコラボということで、前回のまあリゼロを考えてみると、まあここでしれっと終わる感じもあるしな。うん。まあ今回のコラボって、この開催期間的に現段階で発表されてる内容では、まあそんなにボリュームが多いわけではない。だけども、やり込み要素がしっかりあるんだよな。はい、ちょっと詳しくは次で触れていこう。まあ、何かしらね、追加は来てほしい。はい、前回のモンストニュースでは、追加超究極と追加ミッションの発表が行われた。はい、その中には、超究極の縛りミッションもありまして、そのミッションの内容は、まあ、すごく難しいわけではないんだけども、初めたての方にとっては結構難しい難易度かなという印象。はい、そういうものがありまして、すべてクリアすると、右のようにミッションクリアの演出が
入りました。ということで、このコラボミッション、ザ・シードミッションはこれで完結なのかなというところ。はい、なんかちょっと終了感漂ってんだけども、まあ追加がある場合は、また別のものが、ね、別の、ものがやってくるかなというところだよな。わ、でもそう考えると、超究極とか追加しても、そのミッションとかも、ぶち込めねえのか。あれ、やっぱ終わりなんかな、これ。まあ、あと10日間あるんだもんな。まあ、やっぱり前回のアルファコラボ同様、ここで終わりなんかなっていう感じはするよな。まあ、というところで、今回のコラボの全体的な雰囲気的に、追加はないんかなっていう感じ。そう、まあ、ランク上げっていう要素があるんだよな。これがでかすぎるよな。時間が決められているわけではなくて、常時20倍だから、まあ、ずっとできるんだよな。守護獣の超絶の方をみんな周回してランクを上げていると。まあ、これはかなりのやり込み要素だよな。残り期間はずっとこれやってねっていう風になってんのかもしれない。はい、他で言うと、始めたての方や復帰された方は、その SAO コラボの復刻の運曲作り、これかなり大変だよな。まあそのベルとか鳴らせばすぐ作れるけども、ビスケットとかも使えば、まあ、これも結構ね時間取られるかなというところ。はい、でコラボ外だよな。なんかようわからんけども、ワンショットストライクが始まっている、これなんだよな。で、それだけではなくて、おそらく、8月後半のシルエットのやつも発表されるから、まあそういうとこでコラボ外でやることも結構ありますよっていう状況で、コラボは控えめになっていく可能性は全然あるよな。はい、という状況になっているぜ。まあでもここ数年のモンストは最後まで楽しめるコラボをしっかりやってくれているから、まあ期待はしたいよな。せっかくコラボしてるわけだし。で、超究極はないにしても、無難に毎日やるタイプ、まあ、ログインさせようとするタイプで、アイテム配りはしてきそうな雰囲気もしなくもない。なんかまあこれで終わっていこうって感じもある。とか、最近千景の書配る、こういうね、遊郭潜入ミッションとか、オラオララッシュってやってるっけ？俺、本若の千景の書が危ねえんだよな、マジ。俺、使ってみた出すときは、絶対に全員千景解放するから、ちょっとこれやってほしいかなっていう風に思うぜ。はい。まあ、超究極はないよな。あった場合はやっぱり、なんか、まあ、ベルクーリー、いや、どうなんかな。なんかコメント欄に、水着かやばあきひこってあったけど、あるんか。可能性ある？まあ、というところかな。はい。OK。はい。本日19時から公式の方で生放送あるけども、こういうところでは最新情報の発表はないから期待するのはやめておこう。はい、という感じになってるぜ。はい、お次は8月後半のこのシルエット何なのかというところで、はい、これ気になるよな。何なの本当に。お花のようにも見えるし、なんか宮殿とかそういう風にも見えるし、ね、全く予想できんけども。はい、この重大恩返しの8月開催が残ってるため、タイミング的にはもう発表しないといけないから、おそらくあるでしょう。まあ多分新しい内容だよな。今まで見たことがないそういうやつをやってくれるはず。で、今回俺が怪しいと思ったやつ見つけてきたわ、マジで。これもうすげえ探した、ほんと。はい、一番上が本当のシルエットで、ちょっと怪しいと思ったやつ3種類見つけてきたから、今から紹介していきたいと思うぜ。はい、まず一番左、これ、ソフトクリームチョコ味コラボ、あるわけねえやろなあ。でも俺だけじゃないはず、このシルエット。ちょっと最初ソフトクリームを思い浮かんだやつ俺だけじゃないはず。はい、はい、次真ん中これかなと。はい、ハレルヤ確定ガチャ、あるか。無料ならいいけど、いや無料でもこの楽しみにしていた枠これで決まりましたわ。あんまりやろなあ。まあ、でもハレルヤ重心化したら強くなるかもしれんしな。だったらみんなここで一回手に入るのいいかもしれんよ、マジで。次、もうちょっと見えてね。いつもうちの動画見てる人、これちょっともう分かったかもしれんな、これな。もう誰か。はい、この方でございます。デーバだった。なんなん、超絶ハテナデーバだった。いや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 、まあ過去にね、イザナミハテナってありましたけども、これまあ違うわな。で、まあ
まあ、これがまあリアルな予想として、やっぱ建物に見えるなこれ、なんかこういうね、その宮殿みたいな感じに見えるから、王宮のように、もしかしたらなんかダンジョンズドリーム的なノリの挑んでいくタイプのクエストっぽいものがやってくるんかもな。これでね、あのガチャ限定に入りますよとか、そういう風なものにもう見えてしまう。はい、という感じで、ぜひ皆さんの予想を書いてくれたら嬉しいぜ。はい、さあ超究極風の発表ということで、前回のエンプレイラから2ヶ月経つから、そろそろ超究極の風の発表がありそう。はい、お次は不正行為への対応に関するお知らせということで、まあ定期的にこういうことすると利用停止バンしますよっていうのをね、モンストはアナウンスしてるんだけども、今回ちょっと特別で新しいものが追加されておりまして、はい、これなんだよな。著しくマルチプレイを妨害する行為、または他人の迷惑となる行為。はい、これよ。長年ね、すごく問題になっていたけども、ようやくここで動くことになったみたい。はい、どういうものがあるかというと、この1を見ていくと、不適切なニックネームでマルチプレイの募集をする行為、または募集したまま意図的にスタートしない行為などによって著しく通常のプレイを妨害する行為も処罰の対象となりますということで、はい、まあこれだわな。うん、まあ明らかに、この前あったかぐや様コラボの時にこれすごい問題になったからというところで動いたんだろうか。まあ昔からね、すごい大昔から問題になってんだけども、これって動かないのかなってずっとみんな思ってたよな。でここでようやく動きますと。はい、まあニックネームで言うと下ネタとか侮辱することとかで、せっかくスゴロク入れたのに全然スタートしないとか、待ったのに切られるとかあったよな。他で言うと、一緒にマルチ行ってんのにわざと負ける行為をするとか、はい、まあそこら辺動いてくれるんかなというところ。あん時はもうほんとね、せっかくコラボして盛り上がってんのに、あの作品に対してね、悪いイメージがいってしまうんじゃないかなというのがすごい辛かったよな。うん、まあその元々はモンストの運営さんがそのわけわからん仕組みにしたっていうのもあるんだけども、それでも、その不適切な行為っていうのは良くないよな。で、これ公式サイトの方で見れるから、ぜひ見てほしいかなと。あの、意図してないのに、何かの行為に当てはまってる可能性もあるかもしれんからな。まあ、皆さん、あの、関係ないと思うよ。思うけども、まあね、一応見た方がいいかなと。はい。10周年ね、一緒に皆さんと盛り上げていきたいし、もう楽しくやりたいからな。うん。はい。ということで、まあ、こういうものがありました。はい。お次は、これ、メンテナンスがあるみたいで、突然だよな、本当に。24日木曜日だから、日付変わって夜中の2時から5時までメンテナンスあるから、アップデートとかではなくて普通のメンテナンスなんだって。これ気をつけて。まああるあるだけど、メンテナンスしとる時に限ってモンストしたくなるみたいな、だからここは気をつけてくれ。はい、という感じで重心化予想に入っていこう。無限&文殊徳川家康。